ただいま沢ンド駐車場に来ています。それでは金沢に向けて出発します。金沢行ってみました。それではパノラマコースで行きたいと思います。もうすぐザイテングラートですね。穂高岳山荘は見えてきました。穂高岳山荘無事到着しました。それではチェックインしたいと思います。お邪魔します。いただきます。皆さんおはようございます。コンディションはこんな感じで、あまり良くないです。とりあえず奥穂高岳登りたいと思います。風がめちゃくちゃ強いですね。それでは上は何も見えませんが、奥穂登っていきたいと思います。岩が濡れてますね。そして風がすごく強いので気をつけて登っていきたいと思います。おお。しんどいですね。こっちを右に行くと西穂の方、ジャンダルムの方ですね。左に行くと前方の方、十太郎新道の方ですね。ちょっと風が強いのと、ちょっと岩が濡れてるので危険ですが、十太郎新道は行ってみたいと思います。気をつけて行きたいと思います。それではガッツギアというジェルで気を養います。何ですかね、ガッツギアって。パンさんこういうの買ってくるんですよね。前方方面ですね。進んでいきます。この辺から下りがきつくなってきますね。気をつけていきます。ここ下ってきます。岩が濡れてるんで滑るね。しまして、皆さん前方に行くのはここで君子平。
冬場なところと聞いてましたが、今日はそうは見えないですね。そうですね、だいたい秩父海岸を登ります。この間、県徳館という、山梨の秩父ですね、登ってきました。なるほど、やっぱりそういう山が好きなんですね。いきなりジャンダルム行くのはちょっと先に、無謀と勇気は違うなと思って。やめた方がいいっていうふうに。まあ、周りはそう言いますよね。やっぱり普段から登山されてる方は何か足がフラフラしてないってやつなんですね。僕、フラフラ、ずっとフラフラなんで。さっきもなんか後ろから誰か近づいて来られるなぁと思ってたんですよ。本当ですか。はい、いやフラフラしながら。いやフラフラしたら馬の背落ちちゃいますよ。それじゃあ前方行ってきます。じゃあ行ってきます。まあ岩を一個一個地道につかみながら登っていく感じで、そんな怖いっていう感じはなさそうですね。おお、嬉しい、晴れてきた。もう少しですかね。また曇ってきちゃった。上の方に来るとちょっと危険度が増しましたね。気をつけていきます。そして前穂高岳3090m 到着です。イエーイ、三角点タッチ。イエーイ、いやー無事着きましたね。天気は晴れませんでしたけど、来れて嬉しいです。そうですね、もうちょっと楽かと思った。結構距離が急でしたね。そうですね、ちょっと晴れ間もあったんですけどね、さっき。それでは君子平に向けてまた下山します。では先に行ってきます。あ、どうも。あ、今日下りですか。そうです。あ、ここから来て、はい、ダメそうだ。休みに合わせてね、晴れてくれないですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、いい、荷物重そうですね。はい、重いです。でもだいぶ食べて飲んだから減ったんだよ。おお、霧が晴れて景色見えてきましたね。嬉しい。ほんの一瞬の出来事で瞬く間に真っ白な世界ですよ。あ、ここはライチョウ広場。ライチョウいないですか。こんにちは。また景色が開けました。いい景色とイケメン兄さんも見えますね。早いな。また晴れてくれました。ちょんまげみたいなんです。今日ちょっと天気は残念です、まだね。そうですね、で晴れてくればいいんですよね。はい、あ、君子平でずっとあの景色待ってたんですけど、全然ダメでしたか。はい、あ、残念でした。はい、あ、また出直します。カモシカの立場に到着しました。
おお。カモシカは素敵な景色を知ってますね。この鎖長いですね。まだこんな長い鎖がやってくるんですね。ちょっとびっくり。よいしょ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 、よっこらせ。そして岳沢小屋ですね。到着できました。行きます。はい、気をつけて。お高岳山荘のお弁当に入ってたこの魚の甘露煮、食べてなかったんでいただきます。前方から来たけど上高地の方が全然長いんだ。まだ大変ですね。じゃああとは上高地へ下るだけです。気をつけていきます。もう少し楽な道なのかと思ったけど普通に山を下山してる感じですね。お、といったらあそこは、あそこ上高地ですよね。結構あるな。疲れてる足には結構危険ですね。今回は1泊2日で北アルプスに来てみました。本来の予定通りには行かなかったんですが、とても楽しい参考ができて今回も良かったです。家を出発する時点では参考する2日間どちらもいい天気だっていう予報だったんですが、まあ山の天気なんてすぐ変わってしまうので、行ってみたら1日目の夜あたりからだんだん怪しくなってきて、2日目の午前中は、今日の午前中ですね、結構大変な思いをしました。もうあの天候なので奥穂に着く前にもうジャンダルムは今回は諦めていました。でも1日目2日目ととっても楽しい旅ができて、楽しい出会いもあって自然を満喫できてとっても良かったです。また楽しい参考が今後もできればと思っています。そして皆様のおかげでふんやまチャンネル登録者数が1000人を超えました。1000人突破記念の参考をプンさんと2人で行きたいと思っていますので、こうご期待ください。それでは上高地に向かいます。また上高地で会いましょう。はあ、あとはどう行くんだ、よくわかんないな。適当に行けばいいのかな。人がたくさんいます。無事かっぱ橋まで帰ってきました。いやー混んでますね。とりあえずなんか食べたいな。本日のジェラート、本日のジェラート、ジェラートミルク生地がございます。またご乗車の際確認いたしました。旅の乗車券お降りの際回収となります。失礼されませんようお願いいたします。それでは埼玉まで気をつけて帰りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。